天道渡る、現地ファンからとんでもない批判殺到、米メディア、スポートスキーだわ、リバプールファン、サンサンのアストン、ビラ戦での31歳、スターのパフォーマンスを激しく、非難と伝え、SNS 上の次のような声を紹介している。天道は絶対的に役立たず、彼はポジションに止まることさえせず、ただ、周りを歩き回っているだけなので、9人で戦っているのと同じかもしれない、うちの中盤は守備があまりにも貧弱だ。遠藤を守備的 MF として先発させても、ビッグトロフィーを獲得できないだろう。彼は十分な機動力がない。遠藤は悪い選手ではないが、リバプールはこの夏、グラウンドをカバーできる守備的 MF を必要としている。この中盤には、パワーと走力が足りない。遠藤は、我々が必要とする6番ではない。でも、我々の6番は彼だけだ。遠藤が交代してから2失点をしたのだが、そもそも下げられるようなパフォーマンスだった。考えるファンもいるようだ。遠藤選手を擁護している。声もたくさんある。チャレンジする遠藤を楽しみにしてる。頑張れキャプテン。日本人サッカーファンも同じだけど、一部、走り回ることが良い選手だと思い込んでいる人たちがいる。そういう人たちの声だろう。確かに90分間走り回れないかもしれないし完璧ではないけど、遠藤のタイプではほぼトップ選手だと思う。ビッグクラブのボランチは守備だけでなく、攻撃面も優れていて時には試合を決めるプレーにも絡む。プレイの要求が高いのは仕方ない。遠藤のボールダッシュと縦パスは攻撃陣を活性化しているのは事実。インサイドハーフも攻撃タイプサイドバックも攻撃タイプまだ、アンカーに攻撃タイプを要求するリバプールファン。プレミア1、2のチームがサイドバックにセンターバックを配置する時代に、まだまだ攻撃力を求めるなんて。クロップの後任は、どえらいミッションを背負わされるな。攻撃力もあるボランチというのは理想のサッカー選手で、頭の中にだけ存在するものだ。遠藤選手は、今のリバプールに必要な動きをしてくれる選手。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、サッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。